斉藤知事に対して、まあ、反旗というかね、森本市長が稲村さんを応援するということで、はぁ、みたいな感じでですね、そこからのスタートなんですが、真剣に、今回はですね、お金も時間もかけて選挙戦ってまいりますので、よろしくお願いいたします。さあ、もう2ヶ月切っています。来年1月19日告示のですね、兵庫県の淡路島にあります南淡路市市長選挙、出馬表明をしております。もうね、関西のローカルニュースでは、テレビ局では一部取り上げてくれてるようです。ただテレビ局は僕特に一切連絡来ません。勝手に僕のことを使ってます。で、今現職の南淡路市長の何さんやったかな、森本さんあ、森本市長ですね。あら、まあすごいですね、森本市長さんはですね、なんと東京大学法学部を卒業されて、僕は聞いたことないだろう、さらに大学のね、あの外国の大学出てる超エリート、経済産業省かな、経産省を経て、市長になられて8年というところで、まあ、あの森本市長非常に強敵ではありますが、まあ、僕はもうそういうですね、選挙で戦う方がどうというよりも、しっかりとですね、これはもう本気でマジで、南淡路市の市長になってですね、政策を実行していきたいと思っています。まあ、ありがたいことに、ね、選挙の1月19日から行われますが、もう早速あの堀江門も1月19日、私の、まあ、初陣というか、今のところですね、選挙の初日に応援に来てもらえるというところで、これからね、堀江門以外にもどん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 有名人がこの1月の19日から、26日までですかね、あ、26が投票日なんで、25日まで1週間しかないんですけども、多くの、まあ、有名なインフルエンサーなども応援に駆けつけていただける予定で、もう早速19日初日、堀江門が来てですね、マイクを握ってくれるというところで、とにかく南淡路市を観光産業として、盛り上げていくと、まあ、これにはやっぱり PR 力ですよね、発信力、特にこのインターネットを使った発信力というのはもうほとんどただ無料ですから、これが能力がない人がやると、地元のね、新聞社に広告入れる、まあ、能力ないとあれだけど、発信力がない人は結局有料の新聞社とかテレビ局にお願いしなきゃいけない。だからその関係で変な税金が動いて癒着が生まれるっていうことになるわけで、もうこれからはネットで、これからね、ネットで有名な人が首長になって、しっかりといわゆる市の市政、県政、国政をやっていく時代だと思っています。お前そんなの淡路市ですぐやめるやろとかいう人いるかもしれませんが、僕はやりますからね、ちゃんと今のところ4年間ちゃんとやります。っていうのはやっぱりここでいろいろとテストしたいんですよ。テストしたいっていうのは本当に最終的には日本というのは観光業で儲けていかないとどん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 衰退していきますから、淡路市の首長、こうやっぱりね、自治体のトップっていうのは実際にお金を動かして、人を動かして、まさに行政をするわけですね。一方で国会議員っていうのは自分で何かするっていうよりも行政に対してどちらかというと注文をつけるだけで、あんまり責任もないし、正直暇なんですよ。ところがこうやって市長というのになるとですね、いろんなことができるわけです。から南淡路市の人がワクワクドキドキするような、そして、ああ立花をね、あの立花を市長に選んでよかったなと思える、そういう姿勢をですね、しっかりとやっていきますので、もちろんね、今回斉藤知事に対して、まあ、反旗というかね、森本市長が稲村さんを応援するということで、はぁ、みたいな感じでですね、そこからのスタートなんですが、あまりその今の政治家を叩くというよりも、それよりもこう、立花さんが南淡路市に来るのと、ね、そんな変な人が来るって思う人もいれば、あの人なら街をこう楽しくさせてくれるな、若者が移り住みやすくなるよね。だって隣の淡路市の方にはパソナが本社機能を移転しています。私が南淡路市に、市長になればですね、本社機能をあえて南淡路に持ってきてくれる企業もいるんではないかと思っています。とにかくアイデアも行動力もバッチリですから、南淡路市長になってですね、うわすごい、これはすごいなと、
さすが立花だというような姿勢を行っていって全国に展開していきたいと考えていますので、ぜひね、もちろんね投票の呼びかけとはできませんけども、応援に来ていただける方、ボランティアの方の、またホームページとか作っていきますし、もう大きな町がないので、選挙中はですね、もう辻立ちガンガンしていって、できるだけ南阿波市の市民の皆さんと写真を撮って握手をするということをやってですね、今後親睦を深めていきたい、そのように考えていますので、決して伊達や水郷で南阿波市の市長選に、出馬表明しているわけではなく、町のことを考えてですね、真剣に、今回はですねお金も時間もかけて真剣に南阿波市の選挙を戦ってまいりますので、よろしくお願いいたします。そしてその後ですね、来年のこの1月26日が投票日なんですが、その後の兵庫県に行われる4月にあるですね、淡路市お隣の、お隣のお隣なんですけど、淡路市の市長であったり宍粟市というところの市長であったり、尼崎市、そして伊丹市、そして5月になりますが三木市、この市、ですね、斉藤さんに、逆らった市の市長に対しては必ず対抗馬を出していきます。そして6月に行われる参議院選挙にもですね、兵庫県に候補者を出していく、もちろんこれは全国に出していきますので、ホップステップジャンプですね、南阿波市がホップ、そして4月の市長選、5つの市長選がステップ、そして、夏の参議院選をホップステップジャンプでですね、そこで再びですね国政政党に返り咲いてですね、国民の皆様に NHK の問題、その他の問題をですねしっかりと伝えていく、そして改革をしていく、真実一つ正義は勝つ、ね、真実は一つ正義は勝つ、これまでのねメディアに騙されていた、そういった時代からネットを中心とした政治を行っていく覚悟でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどの動画で兵庫県の淡路島の南淡路市の市長選挙に出馬するということで表明をさせていただきました。早速いろんなご意見をいただいているんですが、ちゃんと市長選に今度はですね当選目的をとしてですね、南淡路市の市長を真剣に目指すというところで、考えております。もちろんね、動機としては一番大きな動機というのはやはり、斉藤さんがですね至ってまともに仕事をしているにもかかわらず、選挙の3日前ですかね、市長が連名でですね稲村和美さんを応援すると、僕はこれちょっととんでもないことだと思うんですけどね。評価は皆さんにお任せします。だって、テレビの情報を信じるか、それともネットの情報を信じるかだと思うんです。でテレビの情報はまさに天動説ですね、空が動いている、つまり、県民局長の死は斉藤知事の責任だったという情報が主に流れてたわけですよね。で、一方で地動説を唱えるネットユーザーですね。ネットもいろんな人がいますから、すべてが正しいっちゃうわけじゃないんですが、やっぱり県民局長の死っていうのはですね、これは斉藤知事の責任じゃないと。やはり、不倫日記というものがパソコン、公用パソコンから出てきて、自業自得のところが大きかったんじゃないかと。真相はわかりませんよ。人が亡くなってるわけですから、その亡くなった本当のことなんていうのは本人しかわからないし、本人の遺書には、斉藤さんが憎いと書いてたことも事実なんでしょうけど、それは、俺不倫がバレたから死にますとか、女の子といっぱいおったから死にますって書きづらいから、格好悪いから、僕は知事のせいにしたんだというふうに考えますけどね。いずれにしてもですね、この、最後の方、ネットの情報が出回ってる中で、斉藤さんじゃなく稲村さんを応援されたっていうのは、これはね、ちょっと僕は大問題だと思っていて、そこにまず対抗馬を立てなきゃいけないと。で、対抗馬立てるにしてもですね、誰がおるんやと。ただもう、これは俺が行くしかないなと。っていうのは私は淡路島で、子供の頃かなりの時間を過ごしてきました。父親がですね、両親が離婚しまして、両親ともに淡路島、父親は洲本市のオルナに、母親は五色町なんですけども、母親が出て行きまして、で、親父がしかいなくて、親父はもう毎晩遊びほうけてたんで家に帰ってこないと。学校があるうちはね、給食があったんですが、春休み、夏休み、冬休みは、給食がないから、僕は、その長期の休みの時はすぐにね、
丹州丸に乗って、まあその後光1号2号でしたけど、まあいわゆる大阪から淡路島に向かうですね、連絡船に乗って、夏休みや春休みや冬休み、淡路島で生活をしていた。で、まあ母方、父方の母、まあおばあちゃんですけども、淡路島で一番お金を持っているのは実は織田軍団といってですね、淡路物産、淡路貨物、府家海運とかやってた、まあ実は淡路島でも一番まあお金を持ってる家系に実は生まれていましてですね、淡路島のことよく知ってるんです。で、今の南淡路市ってもう船が来てないんですよね、洲本に。だからそういう、ただ橋、こう、明石大橋から鳴門大橋に抜けて、どん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 ですね、南淡路市に降りずに、その大事な観光客ですね、そういった人がどんどん四国まで行ってしまう。で、その関空からのアクセスがダメなことでですね、すごい観光資源がですね、たくさんあるにもかかわらず、僕は市長がその辺はちゃんと本当に仕事してるのかなっていうのをすごく懐疑的なんですよね。だから僕はこれまでね、市長選に出ました、海老名をドバイにとかでやってきましたけども、やっぱり南青森市のポテンシャルもっともっと上げれると思います。観光産業というのをしっかりと、全国にね、僕が、広めてですね、淡路島のこの南淡路の特に玉ねぎであったりとか、まあ、淡路牛ですね、牛とか牛乳とか、自然の美味しい食べ物、あとはもちろん海、周り海ですから、そういった海から上がる海産物の恩恵、とにかく、もっともっと多くの観光客がこの南淡路島に入ってきてですね、南淡路市がもっともっと都会になるというか、都会というかもっとね、潤うポテンシャルがあると思っています。まあ、淡路島の北側のここはパソナがいてですね、非常に、栄えてるとまでは言えないけど、パソナがいるんですよ。あるんですよ。でも南淡路市ってそれがなくてですね、まだまだ伸びる、僕は市だと思いますから、淡路島の出身者として、親戚一同みんな淡路島なので、今回ね、僕にそういう、ある意味運命を感じてます。淡路島の血が僕に入っている。母親も父親も祖父母両方とも4人、祖父母4人、全部淡路島です。ちなみに淡路島の母方のおじいちゃんは、栄村の村議会議員かな、してたんで、政治も実はしてたんですよ。だからこそ今回全国が注目しているこの兵庫県の選挙でですね、知事選挙が終わりました。この後2ヶ月後に南淡路市で選挙がある。まあそれだったら地元にゆかりのある僕が行ってですね、相手強いです。経済産業省出身の東京大学卒業のですね、森、ちょっとごめんなさい、ちょっと今名前森田さんですね。2期やって次3期目です。で、まあ非常に人気がある方のようで、選挙してないんですね。4年前も8年前も。対立候補がいないと。まあそれぐらい、能力が高くて人気のある方、そこに挑んでいくと。ただ、なぜ今回ね、本当に斉藤さんに NG を出したのか、それが僕すごい今回ね、ポイント争点になると思っていますので、ぜひね、南淡路市、私ちょっと移り住んでですね、そこから南淡路市長を目指して動いてまいりますので、ぜひね、これから政治活動、選挙運動、たくさんの方に応援していただかなければいけませんので、よろしくお願いいたします。で、あとですね、22市長がですね、投票日直前に、稲村知事をね、打ち出したことについてはですね、徳永新一弁護士がまたですね、いい提案をされておられます、ということで、ちょっとそちらもね、紹介しますね。はい。浜田議員への提案ということで、今回の違和感の一つに、兵庫県市長会有志22市長による稲村知事の選挙運動があります。公選法136条の2第2項4号違反の疑いをはっきりさせたい、選挙を中止してきた多くの県民国民の思いのはず、兵庫県市長会は地方自治法260条に基づく公的な組織であり、任意団体ではありません。同法263条の2に基づく全国市長会の下部組織でもあります。その地位と職務、権限に基づく選挙運動そのものです。せめて、兵庫県市長有志とすべきでした。質問主意書を出して総務省の見解を確認してもらえないでしょうか。回答以下では刑事告発も検討したい。いきなり警察に告発状を出しても、警察
がお伺いを立てるであろう検察は新しい事態に極めて消極ですからということで、まあ、説明をね、いただいておりますということで、まあ、私もですね、はい。ちょっと徳永弁護士にはですね、ちょっと原案いただけたらもうすぐ出しますということをですね、まあお伝えさせていただきました。はい、で、あとですね、日渡し圭介さん、竹尾氏の武勇士だったっけ、ちょっとすみません、読み方忘れましたけど、はい、日渡しさんがですね、まあ今回記事、産経に記事になりましたね、解散が筋、市長会の指示、一人で言えと。ということで、先ほど産経の取材に応じました。趣旨に賛同される方は拡散お願いしますということなので、ちょっと今からね、ちょっと読みます。はい。ちょっと紹介をさせていただきます。まあ、ね、市長会の件も、まあ、触れられておりますけれど、まあ、そちらに関してはね、まあ、徳永弁護士の、まあ、提案に従って、ね、まあ、質問主意書は書いてみようと思います。まあ、立花さんはね、まあ、なんか裁判も、この件も裁判される予定とかね、言ってましたけれどね。はい。ということで、記事の方がですね、はい。17市投開票の兵庫県知事選はパワハラ疑惑など内部告発された問題を受けて失職した、斉藤茂樹前知事47歳が再選を果たした。全会一で不信任を突きつけた県議会と有権者の判断が食い違う結果となり、大手メディアの敗北を指摘する声も少なくない活力ある地方を作る首長の首長の会の事務総長を務める日渡圭介元佐賀県武勇市長は産経新聞のインタビューに応じ県議会自ら解散するのが筋ではないかと語った。はい、机バンバンは論外、斉藤氏が勝利した、感情移入できる等身大の候補者と思わせたのが勝因だろう、一人で街頭演説する様子を SNS に投稿し、相手候補の悪口も言わず淡々と評語を良くしだい、自分には足らざるところがあると反省の弁も繰り返す、選挙戦を通じて手法は変わらなかったが、終盤には、聴衆の最前列に、40代50代の女性の姿が目立った、泣いて聞いている自分や息子夫斉藤さんに投影したのではないか、こういう人たちが原料力になったと言える。県下29市の22の市長が賛同する形で県市長会の有志が14日に記者会見し、元天ヶ崎市長の稲村克美氏52歳を支持表明した。権力の乱用だ、言いたかったら一人で言えと思う、なぜつるむのか、有志とはいえ市長会は本来単独ではできない政策をまとまって実現しようという場だ、純粋な気持ちでの応援かもしれないが庶民から見ると既得権益に見られる、谷口義則義樹、愛生市長は斉藤氏について県知事として資格がないと、会見で述べて机をバンバンと叩いたが論外、これに加わらなかった芦屋市の高島俊介市長27歳らは健全だと思う、メディアの制度上の敗北、メディアの敗北と指摘する声もある、知りたいのにメディアを教えてくれないということか、そこはメディアに同情的、公選法に縛られ、選挙期間中は候補者を平等に扱わないといけないから仕方がない、言うならメディアの制度上の敗北だろう、告示前に、候補者の資質などについて相当取材を重ねてあらかじめ記事を出しておくしかないのでは、両論併記はしていたのだろうが、疑惑が指摘されるパワハラ、おねだりなど確定的な証拠が揃っていないなどの主張は量が少なかったということで、まあでもね、平等に扱わないといけないんですけれど、まあそれでもね、立花さんはね、関西テレビ直前にね、はい、呼ばれなかったというですね、そういうこともありました。まああれは平等じゃないですね。はい、次コメンテーターはどうか、元明石市長の泉房穂氏は、フジテレビ系ミスターサンデーの選挙特番で斉藤氏に開口一番、一面的な見方でかなり厳しいトーンで対応してきたことについて反省することも多く お詫びしたいと謝った。一方、元大阪市長の橋本徹さんは批判し続けるという SNS の反応では泉さんの柔軟さが評価されている。過激活動家は落選請負人、選挙期間中攻撃的で過激な活動家らが、斉藤氏陣営と揉める様子も拡散された。今までもあったのだろうが今回 SNS の働きでこうした手口も暴き出された。まるで落選請負人だ。不信任を突きつけられた県議会の対応は正当性がなくなっている。自ら解散するのが筋ではないか。最後、斉藤氏に対して、民意を背に4年間掲げた公約を実
行していくことだろう。淡々と政策を述べる候補者に光が当たったのは意味があることだと思う。批判しかしない、候補者、首長、メディアやコメンテーターがどうなるか、今後選挙の形が変わる契機になる選挙だったと思う。ということで、はい。まあ、聞き手がですね、奥原新平さんということで、まあ、産経の中では、もう、すごいね、いい記事書く方だと思います。このね、奥原新平さん。はい。